はいどうも、ジュウです。マリオカートインデラックスパート321やっていきましょう。さあ、今回もオンラインレースやっていきたいと思います。さあ、まずはゲームキューブワルイージスタジアムからですね。ということで今回も全96コース1点目指して頑張っていきたいと思います。さあ、現在96コース中の85コースでまずは出演していただくということで、もう残りあと少ないですね。あと11コース頑張っていきましょう。さて、初っ端なゲームキューブワルイージスタジアム、最後にやったのがパート286以来らしいです。ということで、もう1日以上経ってますね、最後にやってから。ということで頑張っていきましょう。まあ、1ヶ月以上前というと、もう今もう4月ですけどね、4月というと、まだまあまだ2ヶ月、さすがに始まってからまだ2ヶ月は経ってないです。お店、うわー、ちょっとリードの中でも獲得する。やべ、あぶね、待って、これだと威嚇に沿ってていいのかよ。これは何の仕様があるでしょうか。まあ今回重量級なんで、まあ前回のピークゴールドピースよりはマシだと思いますけど、まあでも軽いからね、はじかれやすいという感じでしょうか。はい、ここで OK、 透明になって敵の攻撃を続ける。OK、 ライフよし、あぶね、ちょっと待って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 、まあでもそれで加速するからいいもんね。待って、でもさ、脳汁はでかいよ。待って、でもな、次またどこかで出てもおかしくないんだよな、ほんとに。あぶね、とりあえずここで自撮りコーラを避ける。まあでも上手い人はここ渡れるんだよな。あれはそういうのはできないステンクですね。で、うわっ、なんでむやみに追い越すのは危険だ。あ、待って、回転空気ロックオンしてねえか。でお、ここでトリプル緑、はい、これで空セブ、よーし、オッケー。とりあえずこれで2位、これで、まあでも強くなかったか、このカスタム。あ、まだ最初のレース試験しかしてないけど、プラス24。わあ、俺よりレート低い人が勝ってたんだね。さあ、次、ゲームキューブデイジークルーザー。まあ、ここ最後にやったのが、パート309以来らしいです。ということで、ここ3回目になりますが、頑張っていきましょう。本当に3回目。あ、3回目だわ。ちょっと待って、俺さ、いつもね、俺、スマホで記録取ってるから、ちょっとね、それを見ると思って、いちいち見ないといけないの。待て、落ち着けよ。やべ。あばば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 、はい、ここで、ルーザーのピカボックスでいく。はい、ここで、あ、ちょっとやばいこと言ってるか。はい。お、待って、すごい、ちょっと待って。何が起きてんだよ、ほんとに。いけ、ここでスターを使う。OK。スターを使ってきたぞ。待って、レディーとレディーがスターになってたんだけど。どういうことだよ。終わった。とりあえずこうして、あ、なんか頑張っていきたいかもしれないですね。さあ、ファイナルラップ突入。待って、なんでキラーこっち通るの、みんな。おー、俺もスター来た。で俺はとにかくライバルを追いとけ。よし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 、ちょっと待って、チェアしていければいいのよ。待って、ちょっと待って、アイテムが欲しいな、ここは。ダブルで、ね、いけ。うわー、ここで、なんでこっちが先に出んの。もう運が悪すぎる。9位、な
んでこうなるんだよっていうか、相手のレミーに分かったわ。それでもだよ、9位はまずい。さあ次、ゲームキューブ DK マウンテン。さあここは前に一度パート300以来になりますので、なんとか頑張っていきましょう。2回戦ですね。まあパート300は12レースやったので、まあパート300があって、だね、そろそろ出てもおかしくはなかったと思いますが、いやでもこういう100パートに1回、そういう直対馬がありますので、ね、まあこれがあと何パートするかはこれにも分かりません。まあやっぱり締めがいいとしたらやっぱり500か。まあでも1000はさすがに続けてないと思う。もう1000いかないうちに最終回には迎えてると思いますけどね。でもね、ぶっちぎって最終回も何をすればいいのか本当に分かりません。本当に。まあでもな、まあ確かにもうちょっとで、うわ、ゲットはいらねえ。ゲットゴミアイテムだから。そう、もう4月、今日も4月3日なんだよ、この動画の収録時が。だからさ、あれなんだよ。本当にね、だってさ、もう4月13日に全国大会で、14日に世界大会がありますよね。もう本当にね、それ、なんだろう。やっぱりね、こういうトップランカー、おーっとキラーゲット、キラー来ました。で、そういうことなんだよ。まあ、待って、こういう変な場所で終わんないや。まあ、ファイナル、おーっと溶けそう。してたんかい。まだまだまだ待って一瞬おかしく見えてたってば、なんでこれかかるのよ。アウチ。まあしょうがないね。まあでもお父さんが入ったってよかったわ本当に。これは待て、キラーが来てるね。まあこういう強いとこ聞いてば損はないんで、まあ、でもこのまま守りに行くぞ俺は。あ、赤コーラ。とりあえずなんとかして回していきたいのよ、ここは。やべ、ちょっと待って、キラーに当たらないようにここは避けないと。ちょっと待って、キラーの数多すぎでしょ、本当に。ちょっと待って、やばい、やばい、浮かせない。8位、マイナス9。ちょっと待って、次勝たないと損するぞ、レートが。今回ラストレース、DS チクタクロック。さあ、DS チクタクロック、ここまだやってなかったので、これで86コース目ですね。というか、ここはあんまりやってなかったんだなぁ、という感じですが、残りあと10になりました。これでサンダーカップは終わりですね。よし。待てよ。まあでもね、防げるっていうことはさ、本当にあれなんだね。その分あれなんだよ。OK、OK、OK、ギリラブライクの判定が出ました。待て、見つけ、ちょっと待て。危ないな。ちょっと待って、これさ、本当になんかの判定があると思うんだよね。で、落ちてよ。慎重に。そういうのマジ大事だから。いけいけいけ。もう危ねえ。もうマジ今の危なかったじゃん。なんだよなんだよなんだよ。おい危ねえ。とりあえずここで緑コーラで防ぎました。あやべ、あぶぶぶぶぶぶぶ、危ねえ、落ちるところだった。もうなんだよ、あぶかよし、赤ヨッシーを。なんで急に。さあ、ファイナルラップ行きましょう。さあ、残りあと1周です。待て、こっち取った方がいいだろう、これ絶対に。おぉ。やべ。ちょっと待って、もうここは、さあ、もう、使っちゃおう。思い切って。
危ねえ。待って、体当たりしてくるのよ、本当に。いや、危ねえ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 。もうここでスターを使って、もう無敵でごまかしていく。黙って。にしても、加速には負けるな、本当に。はい、4位。これ、絶対普通にスターつけてなかったら、本当にこれ、やられてたからね、最後のアイテムに。OK。とりあえず、レートが上がりました。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは 11,571 ということで20上がりましたね。ということで本当に少しずつしか上がっていませんが、なんとか頑張っていきたいと思います。そして今回は DS チクタクロックが新しく出ましたね。ということで残りあと10コース、ねじれマンション、Wii U スカイガーデン、DS プクプクビーチ、ゲームキューブカラカラサーク、ゲームキューブシャーベットランド、ハイラルサーキット、あとはツアーシドニーサンシャイン 3DS66 マウンテン、メリーメリーマウンテン 3DS レインボーロードとなっております。ということで残り10コースなんとか出現させていければなと思います。ということでチャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTokのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。